ごめんなさい、先に謝っときますね。今日の動画は多分、お食事中には見てほしくない動画とはなっておりかもしれません。足立です。お前さ、いつになったらベッドの上片付けんのってみんな思ってるよね、もしかして。もしかしてだけど思ってるよねって言おうと思ったんだけど、全然ライトついてなかった。めちゃくちゃ暗いんじゃない今大丈夫？いや、めちゃ汚いと思うよね。じゃあ今自分も汚いって思ってますよ。汚いか汚くないかっていう感性はさすがに持っていますので、はい。汚いよねって言われると、自分も汚いよねって返します。はい。いや、違くってさ、さすがに動画撮る前にこの上を片付けようとさすがにね、そろそろね、洗濯物なんですけど、洗濯物をちゃんと畳もうと。思ったんですよ。なんかさ、畳んでる時って暇じゃないですか。なんかもう、目使ってないじゃん。もう、見なくてもさ、畳めるじゃん。だから自分いつも、なんか YouTube とかドラマとかを流しながらやってんのね。それで自分は YouTube 見ながらやるっていうのを選択したんだけど、なんか知らないけど、めちゃくちゃ止まって、なんていうの、再生再動だ。言ってる意味わかってるこれ。なんかすごく止まったの、途中で全然電波バクバクにあんのに Wi-Fi 飛んでるのにさ。それで止まるたびに、どうしたって思って携帯触っちゃうのよ。で、携帯触ったら触ったで、なんか TikTok とか、インスタとか、LINE とか見ちゃって、全然進まないのね、こいつが。だからもう諦めて動画を撮ることにしました。だからこれはもうまた今日の夜片付けますね。今日の夜片付けるか片付けないか。まあそう聞かれると、どっちかわかりませんよっていうちょっとギャンブル的なところはあるんですよねとか言いながら、トムヤムくんができたので食べたいと思います。8時なの？今日は珍しく朝に動画を撮っていまして、朝ってことは足立くん寝れなかったのって思うかもしれませんよね。はい、寝れませんでした。いや、寝たんすよ。どういうこと？12時くらいに寝て、この床でね、床で寝て起きたら4時だったの。4時っつって、なんで起きれたの逆に。12時から4時ですよ。4時間でなんで起きれたの君はって。毎回思うんだよね、自分。なんかいつもこういうことがあって、なんか、もしかして、なんか充電ない？なんかもうカメラの充電がなさそうなので、一人で撮りますね。なんか寝ちゃうんですよ。それで、なんか4時に起きちゃって、なんで起きちゃうのっていう話はしましたよね。うん。それで、さすがに今日予定あるから、さすがに寝ようと思って、今日予定があるからさ、さすがに寝た方がいいなと思いつつ、起きた直後だから全然目が覚めてて、普通になんか TikTok とか、今日何回言うの TikTok って言ったの。嫌いなんだよね、TikTok。そんなことありません。TikTok とか見てて、それで、そろそろ眠たいなと。5時ぐらい、6時ぐらい。ね、眠たいな、そうそう。さすがに寝ようかと思って。で、その時ではもうめちゃくちゃ眠たかった。めちゃくちゃ眠たくて、もうこれ顔洗えないと。パターンがあるのよ、自分寝る準備の。寝る準備のパターンがあるんだけど、もう一番早く終わるパターンで、寝る準備をしたのよ。それで、まあ、ベッドは寝れないからヨギボーの上で寝よっかっつって、こうやって寝転んだ瞬間全く寝れなくて、びっくりしたよね。なんかそれだったらちゃんと顔洗ってたしみたいな。もうなんか寝る準備してる時に目が覚めちゃうんだよね。でもね、今眠たいか眠たくないかどっちですかって言われると眠たいっすよ、正直。もうね、まぶたが本当に落ちそうで落ちそうでたまらないんだけど、なぜか寝たくないんだよね。本能がこう言ってるというか、なんか寝たくないっていう欲望が出てんの。もう、おかしいな。なんか、何かが。ちょっと待って、めちゃくちゃ今暑いんやんか、この部屋。めちゃくちゃ暑いのに、このトムヤムくん食べようっていう気にはなれませんよ、さすがに。とっても美味しそうじゃないですか。ね、昨日ね、合コン友達だったんよ。まあ、お酒飲んでたんだけど、自分ってさ、お酒飲んだら関節痛くなるって話はしてるっけ？してないかもしれないけど、今話すね。関節痛くなるじゃないですか、自分って。だから、いつも飲んでる時に、あ、酔ってきたなーと思ったら関節痛いって言っちゃうよ、自分。で、毎回関節痛いわーって言ったら、え、お前コロナじゃないんっていう、そのノリが絶対ある、誰とでも。やばいよね、これ。なんで？みんなすごい。みんな共通なんだ、関節痛いイコールコロナじゃねみたいな。すごいよね。誰と言っても言われるからね。誰とお酒飲んでも関節痛いって言うと、え、それコロナじゃねみたいな。ごめんね、自分毎回不安にさせてるのよ。お酒飲んだらみんなのこと。毎回さ、関節が痛いとか言って、え、こいつコロナなんじゃないって毎回不安にさせてるけど、本当にお酒のせいですので、大丈夫ですよ。ね、自分関節痛くなるんだけど、それがなぜか、今ずっと関節が痛いの。本当、やばい。マジで関節が痛い。一応熱測っとくって思って測ったんだけど、5度8分。おかしいんだよね。なんか、二日酔いなんですかって思うと、二日酔いではあるんだよね。正直気持ち悪いなって思ってんだけど。話すのどれくらいできた？もう。まあなんか、ただただ、
関節を使いすぎて関節が痛いのかもしれないよね。そう思っとくわ。だから最近そう、今日も予定あんだけどさ、今日もうなんかもう一回差し返す。もう何？最近めちゃくちゃなんか連日予定があって、もうなんか予定があることは嬉しいの。友達と会うとかさ、友達と会うしか予定ないんだけど、友達と会うとか予定があるのが嬉しいで、また今日何曜日？よかった、火曜日だよね。よかった、びっくりした。予定があることは嬉しいんですけど、なんか予定ってさ、まあ言うて、ちゃんとした計画立てるならさ、1ヶ月前ぐらいから予定立てるじゃないですか。で、この連日の予定も、1ヶ月前ぐらいに決めて、この連日、誰かと会うっていう予定が決まってたのね。まあその時は1ヶ月前は楽しみだよねって思ってたんだけど、なんか当日とかなってくると今日も予定やんのってならん。正直なところですよ。なんかこう言われると今日会う人と会いたくないよねって思ってるって思われるかもしれないんですけれども、自分日本語下手だよね、思われそうなんだけど、まあ本当にそんなことなくて、本当に楽しみなんだよ。楽しみなんだけど、家出るのがめんどくさいのよ。家出たらすぐなんだよ。家出たらマジ楽しみ楽しみってなっちゃうんだけど、家出るのがマジでめんどくさいわけ。この気持ちわかんないかな。本当予定と自分の気持ちが追いついていないというか、なんか自分起きた瞬間さ、シミュレーションしちゃうのよ。朝起きる、家を出るまでのこの時に歯磨いて、お風呂入ってとかしてたらくっそ長いわけね。お風呂入ったの後にさ、スキンケアしてさ、それからまたなんか顔に塗ったりとか歯磨いたりとかしないといけないの。めちゃくちゃだるいじゃんって、シミュレーションしちゃうのよ。毎日毎日同じなのにね。それで、長いなと思ってめんどくさくなっちゃうんだよねーって言おうとしたんだけど、みんなってさ、歯磨きいつのタイミングでする？自分はね、本当に最後にするの。もうすべての準備が整って最後に歯磨きするの。それをね、実家でも、実家帰った時とかにもさ、一番最後に歯磨きしとったんよ。そしたらお母さんが、歯磨き今のタイミングなの？って言われて、違うのみんなみたいな。嘘でしょ。なんか世間ってさ、起きた瞬間歯磨きするんだね。起きて、まあ朝ご飯食べた後とか、朝の準備の一番最初にするってことを知って、驚きましたよ。だってもしかしたらさ、自分ってそのちゃんとした朝食食べてないじゃないですか。まあ今日は朝食食べてますけど、なんていうの、なんか、チョコを一つまみとか、昨日の残り物を一つまみとか、なんか、はい朝食です。いただきますとか言うたみたいな感じで朝食食べてないわけよ。だから、いつ食べるか分かんないわけだから、もしかしてさ、一番最初に歯磨いて、その後になんか食べたいなっていう気持ちが出てくるかもしれないじゃないですか。だから怖いじゃん、その後。なんか、綺麗な状態で、ちょっと出てないじゃん、歯とか。うん。だから、自分は一番最後に歯磨きするんですよ。でも、自分はもう、最初にしようと思っています。なんでって。なんで怖いね、その、主張の変わりようがって思うかもしれないんですけれども、なんか今日思ったことがあって、ちゃんと準備していくじゃん。準備してスキンケア、お風呂入ってスキンケアしてなんかいろいろしてってなって、鏡を見たらね、唇がめちゃくちゃプルプルだったの。え？めちゃくちゃ唇プルプルじゃん、今日って思ったんやんか。でも一番最後に歯磨いてさ、口を洗うとなると、この唇の潤いがリセットされるわけよ。ですよね、皆さんも。さすがに皆さんも、ここは共通ですよね。共通認識ということで、よろしいですよね。歯磨いたら唇パサパサになりますよね。それは。そうですよね。唇、うんですよね。ってことに気づいちゃって、だから、一番最初に歯磨いて唇パサパサの状態でお風呂入ってスキンケアしてとかしたら、いいんじゃないかって思ったんだよね。唇がプルプルで家を出ることになるんじゃないかと。だから今日からはそれを実践してみようと思って、起きた瞬間に歯を磨くっていうことに。しますって言ったんだけど、自分寝る準備で歯磨いたの今さっき。まあ寝てたら、その後に寝てたらさ、朝起きて歯磨くんだけど、自分ずっと起きてるわけよ。じゃあ歯磨かなくてよくないみたいなところはあるんですよね。でもこいつのせいで歯磨かないといけないということになってるんですよ。こんなにさ、歯磨きについて長く話してる YouTuber なんていないよ。もっとさ、なんかタイトルで検索されるような話をしてくれねえか、お前マジで怖いよね。マジでめちゃくちゃ暑い。もん何もうなんかもうめちゃくちゃ腫れとるし、うざーだよ。今日ボルダリング行くの。そう、ボルダリング行くんだけど、関節痛いって言ってんじゃん。マジでやばいんだよね。それも自分なんか運動用の服とかなくて、ジャージっていうの？マジで持ってないんだよ。なんか目の周りがチカチカしてきた。もう何これ何やめて。で、本当にジャージとか持ってなくて、本当にどうしようかなって思ってたんだけど、本当にカメラの充電がないか、本当どうにかしてくれ。思ってたんだけど、怖いから一回充電するね、カメラ。あれから、1時間半が経ちました。1時間半も経ったのに、お前の美女が一切変わってないぞ。なんで朝の準備をしていないんだいというコメントに関しては本当にブロックさせていただきますので、
どしどしお待ちしておりますよ、そういうコメントを。それで今さっき何の話してたっけ、本当に思い出さなくなったら本当大変だなと思ったのに、ちゃんと LINE にメモしておきました。そうそうそう、関節が痛いのにボルダリングに行って大丈夫なのかっていう話なんですよね。そう、本当大丈夫かって心配していて、それも自分って巻き爪じゃないですか。だから本当にコンディション的には最悪、自分的には。うん、ボルダリングさ、自分したことないんだけどさ、絶対足の指使うでしょ、さすがに。でも痛いんだよね、足の指が。僕ってかわいそうな人間だから本当に不安ではあるんだけど、頑張りたいと思います。てかさ、一回動画切ったもんやからさ、自分が1時間半前にどれくらい話しとったかわからんねんけど、もしかしたらさ、めちゃくちゃ長い動画だったらどうする？みんな嬉しい？毎回毎回思ったんやけど、朝、早く起きたりとか、オールした時とかに、毎回毎回思うんだけど、自分暇すぎてね、前例とかよく見るのよ、朝って。やることないじゃん。前例とか見てたら、結構自分の友達ってさ、朝から活動してんのよ。すごいなって思う。なんか自分いつも昼に起きとるからさ、みんながどういう生き方をしてるか知らんないけど、朝起きたらさ、みんな8時とかから電車乗ってんの。びっくりだよ。すっごいよ。大学生とは思えないみんな。素晴らしい。ということでね、もう終わってもいいですかね。もうさ、この後半の動画さ、何分撮ってんの ?2 分20秒しか撮ってないんだけど、多分大丈夫だよね、多分、本当に。動画の長さ的にはちょっと不安でもあるし、面白さ的にもちょっと不安ではありますよ。だって、前半の動画で、前半つってもさ、前半ってほぼ本編だから。ということで、まあ今回はね、もうここで終わりにしといてやりますわ。概要欄にインスタグラムだったり、ツイッターとか、TikTok とか、彼女は言ってしまったっていうチャンネル、そこの編集や出演もさせていただいておりますので、よかったらチェックしてみてください。それでは、この動画が良かったなーって思ったら、高評価もお願いしたいですし、チャンネル登録もお願いしたいです。もう早く2000人に行きたいな。なんだっけ。何？コメント？コメントもよろしくね、みんな。待ってる、全部返信してるから、自分。ありがとうございます。じゃあ、もうバイバーイ。バイバーイ。